今ご紹介いただきまして、ありがとうございます。勝木先生の方から、このバーボンの、まあ、報告会もしくは終了報告会で何か喋るようにと、しかも1時間何を喋ってもいいということになりまして、そう言われると非常に苦しくて困ってしまうんですが、あまり高前の話もできるほどの教養も禁止にございませんので、このバイオインフォマティクスに関係した3つの話題を話そうかなと思っております。話そうにいたしました。私はバイオインフォマティクスに携わって20年ほどありますけど、酒飲んでる以外大体バイオインフォマティクスどうするべきかと考えてきましたので、そういう意味では私の20年ぐらいやってきた時が考えてきたことを話すことになろうかと思います。まあ、ほとんどでも酒飲んでましたので、あんまり考えてないと思うんですが、それはご容赦いただきたいと思います。それから、まあ、三大話っていうとなんか最後にオチがあるようなんですけど、最初に申し上げておきますけど、オチはありませんので、当たり前のことしか言いませんのでよろしくお願いします。それから昨日ずっとこのスライドを作りながら何喋ろうか考えてたんですけど、どう考えても面白い話にならないですね。どうやって1時間持たせようかちょっと悩んだんですけど、どうにもアイデアがなくて、1時間我慢していただければというふうに思います。さて、それでこの3つのテーマの話をしますけど、ここは研究とデータベースと、教育という話を書いてもよかったんですけど、ちょっとひねくれてるものですから少し違う表現をしております。そのことについては後でお話します。最後にバードから NBDC へということで、NBDC がこの4月に立ち上がりましたので、その少しご紹介ですか、宣伝もさせていただこうと思っております。さて、今日お話しすることの問題意識、あるいはお伝えしたいことがここに書かれています、まあ、これ1枚で終わってもいいぐらいなんですけども、バイオインフォマティクスのが重要だって多分ほとんどの生命科学に携わっている方は理解されているでしょうか、そう思っていらっしゃる。特に今日ここにおいでの方はほとんど言わずもがなであろうと思います。で、これまでこの後ご紹介しますけども、非常に多くの取り組みがなされてきました。で、それはそれで先ほど勝木先生からもご紹介あったように成功を収めたところも多々あります。でも一方で、種々の問題も出ておりますし、むしろ相対的に見ると、例えば人手が足りないっていうのは、10年前より、バイオインフォに対するニーズが大きくなっておりますので、むしろ悪化している面もあるかもしれない。こういうところで少し、考えないといけない。で、例えばどういうことを言われるかといいますと、例えば私後からお話しますけど、データベースを公開してください、データを共有しましょうというと、よく言われるのは、情報解析が弱いので、公開すると全部アメリカに負けてしまうよと、取られてしまうというような言い方をされるわけです。そうすると私なんか気が小さいものがドキッとする、なんか私の責任かなと思うんですが、でもこれはデータを出した人の問題なので私の責任じゃないんですけど、そんなようなことも感じると。それからまた言われるのは、日本に NCBI のセンターがないから困るんだというような言い方もあります。あるいはとにかく人手が足りないから何とかしてくれとかですね、あるいは最近ですと大規模データになってきました、計算資源もやはり結構足りなくなっている、こういうような問題が、一方で起きているというわけです。そうすると、このちょうどバードが10年間経ちまして終了するに際しまして、やはりこれまでの取り組みとその成果っていう、あるいは問題というのを総括して今後に生かすことが必要だろうというふうに思いまして、少し私が携わってきたプロジェクト、関係してきたようなものを中心にですね、お話ししたいと思います。で、その観点は3つ、今申しましたように研究とデータベースと教育という観点でございます。この3つがバイオインフォマティクスで常に問題になるところでございます。さて、それで今日の話の内容ですけども、バードが始まるまでの状況少しお話しして、バードが目指したものは何なのか、でその後バード以外のことも含めまして、研究とデータベースと教育っていうのが、どういう取り組みがなされてきて、どういう成果があったのか、どういうことが問題だったのかという話をさせていただこうと思っています。で、最後にバードから NBDC へということと、今後の展望を聞かせる話をさせていただこうと思います。で、これがバードが始まる10年ほど前の状況を書いてみました。ここに私よりよく知っている先生が今日お見えなので、私がお話するの大変僭越でございますけれども、日本 のゲノムプロジェクトの始まりを、厳密に定義するのは難しいですけれども、一つはここにありますように、松原、その当時大阪大学にあった松原先生の新プログラム、それから金久先生の重点領域研究というのが、一つの出発点だろうと思います。
で同時に、東大の医科研にヒトゲノム解析センターが できたというわけでございます。でこの91年ご覧になって分かるようにですね、91年当時からやはりその金久先生の重点研究が立ち上がったということ、あるいはヒトゲノムセンターにデータベース分野とか情報解析分野ができたということは、当初からまあ情報解析の重要性というのは認識されていたというふうに思っております。それから96年にそれを引き継ぐ形で坂木先生の重点領域研究を駆け引いて走ります。2000年になりまして、ミレニアムプロジェクトという、まあ、ゲノム特定の4領域でございますけれども始まると。で その時にちょうどヒトゲノムの概要配列が決まりというような背景がございました。その中で先ほどもご紹介ありましたように、ゲノム科学委員会の中で、この当時はまだ文部省と上庁が別々の組織だった時代でございますけれども、その中でゲノム情報科学における我が国の戦略ということで、今申しました人材養成とデータベースと情報解析3つを、まあ、うまく推進しなさいというようなことが、まあ、行われると、言われるわけです。でそれを受けて2001年に、JST にはこのバードができたというふうに理解しています。でそれからその少し前にですね、あるいは並行してみましょうか、松原先生が、バイオインフォマティクスの教育人材の重要性ということで、国際高等研で、生物学の適塾というのを、まあ、ボランティアを、集めて行われたということでございます。それからこのバードの設立と同時にですね、科学技術振興調整費の中で振興分野人材養成がございました。でこれでそのバイオインフォーマティクス、あるいはバイオスタティスティックス、それから、ソフトウェアのこの3つの、人材養成が、まあ、国がある種の何て言うんでしょうか、大学に寄付講座を作るようなイメージでできたというわけです。が2003年に、まあ、完全配列が決まり、2005年にまた第2期のゲノム特定がスタートすると、こういう状況でございます。でじゃあこの今バードを設立するきっかけになったこの報告書ですね、2000年のこれにどんなことが書かれてたかっていうのをちょっとだけご紹介しますと、これは概要版です。平成12年11月、2000年の11月に出た報告書の概要でございます。でこれも今申しましたように3つの柱からなっておりますが、ここにありますね、目標がバイオインフォマティクスの推進ということで、この中に厳密にですね、バイオインフォマティクスというのは2つの種類があると。1つはバイオのために、情報の技術を開発する、いわゆる情報科学の学問としてのバイオインフォマティクス、それからもう2つ目が、情報的な考えで生命科学を推進しようと、まあ、英語で言いますとコンピューテーショナルバイオロジーとなるかもしれません。その2つを一応区別して、その推進方策が書かれております。でここにありますようにちょっと小さくて恐縮ですけども、人材養成ということで、まあ、研修プログラムをやりなさいとかですね、そういう交流の場を作りなさいとかですね、あるいはその大学などに学科とか専攻を作って教育しなさいと、こういうことが書かれております。この中には例えば国家資格ということで、バイオインフォマティクス認定試験みたいなものができたものもありますし、ほとんどはそれなりに実現すると思いますけど、まあ、外国人の登場とかそういうのは少しそれほど進んでないかもしれません。こういうことが述べられておりました。で2つ目がデータベース構築ということで、やはりデータベースは国家レベルで取り組まないといけないということで、まあ、永続的に取り組みなさいと、あるいはその、後から話します統一化とか標準化という時もこともこの中で謳われております。でその中で、まあ、戦略が重要性であるとか、データ算出プロジェクトと連携すべしであるとかですね、ほとんどのことがもうすでに書かれております。からもう一つ3番目が情報解析、まあ、いわゆる研究開発でございますが、これはこれもやはり、国家的な支援を要する分野で、高速アルゴリズムか高速コンピューター、あるいは、画期的な情報技術を開発しましょうということでございます。でこういうことが、まあ、書かれてて、今から見てもですね、全然古くない内容のものが書かれているというふうに思いますし、この方向に沿っていろんな、施策が行われているというふうに理解しています。で簡単にバードの概要だけ申しますと、今申しました3つの人材育成とデータベースと研究開発、これ順番ちょっと逆になっておりますけど、研究開発は先ほども3課題のご発表ありましたけれども、平成13年に7課題選ばれています。それからしばらく3、4年、予算の関係で時間が空きまして、17年に6課題、18年に5課題と、こういうふうになっております。でデータベースの高度化に関しましては、第1期に4課題、最初の5年間が4課題、その後少しプラス3課題になりまして、7課題がデータベースの支援と、から人材育成に関しましてはまずご紹介しますけど、ゲノムリテラシー構想で、これ以外に大規模計算サーバーを活用するとかですね、あるいは生物多様性のプロジェクトに、国際プロジェクトに支援するとかですね、
あるいはその中村祐介さんがやられてました JSNIP をサポートするとかですね、そういうさまざまな、支援の活動も行われていると。あるいはその中で、まあ、BARD 独自のデータベースや、ツールの開発提供ということも一方で行われてきております。さて、ここまでが少し前置きでございますが、この後今申しましたように、研究とそれからデータベースと人材育成に関して、これまで BARD だけではなくてどういう試みがあったかということを少しお話ししてみようと思います。一つは BARD でも先ほど勝木先生がご紹介あったところでございますけれども、それから家計費での取り組みがございます。これは今日は触れませんけれども、いろいろ過去の資料を調べてますと、未来開拓推進事業というのがありまして、この中にもバイオインフォマティクスがありました。ちょっと話ずれますけど、最近断捨離ブームってなって、私も、割とそういうのが好きなものですから、いろいろ資料を捨てます と、今回探してもなかなか資料が見つからなくて大変苦労しました。ただ幸いなことに、ネットワーク上に何かかすかに残ってますので、拾い出してこの後の資料を、作ったような次第です。それでここで最初に申しましたように、バイオインフォ研究というふうな方ではなくて、フロンティア開拓という言い方をしています。それはいくつかの理由がありますけれども、そのバイオインフォマティクスはどういう生命関係の存在なのかということなんですけども、やはり何か先導的にならないといけない、後からデータが出た後から追っかけていくようなものじゃダメだというのが、このバードの精神でもあると思いますし、現実にそうなったという、そうであるというふうに思います。私もですね、20年前にイカ研のゲノムセンターに行ったときに、生物系の先生から言われたソフトウェアを作ってたんですね。マッピングのソフトウェアとか、そういうのを作ってると、2、3年作ってると大体もうマッピングはいいよってやってしまって、これはこの歌やったらダメだなと、もっと生物学者の方が言わないようなものを先取りして考えないといけない、そういう意味でのフロンティア開拓というのは必要だろう。それから、この後も話しますけど、ポストゲノムということでいろんなデータが出てくるわけですけども、やはりその文脈依存だったりなんかして探索空間が非常に広すぎます。ですから、そのデータを後からやっぱり解釈しようというのは無理なので、やはりその先導的である、そういう意味ではフロンティアを開拓するという気持ちでバイオインフォをやらないといけないだろうと思っています。それで、BARD でのまず取り組みですけども、これが先ほど勝木先生が一部ご紹介されたものです。研究開発3年間の継続を認めた場合2年間延長といって、これは2001年それから飛びまして2005年6年7年とこういう形で7654と、これ計算されたかなんか分からないんですけども、ちょうど一つずつ減っていく数字になっています。で、応募数見ていただきたいんですけど、結構100を超える当初はですね、応募があったということで、この中には見当違いのものもあったとは思いますけども、やはりそのこの当時のですね、何か新しいものを開拓しようという、息吹みたいなものがこの辺りから感じられるのかなというふうに思っております。あと徐々に課題が減ってきますけど、やはり潜在的にはやはりこういう課題のものがあるし、今は募集すればもっと大きな数が来るんじゃないかというふうに思っています。でこの辺り先ほどの勝木先生のお話と少し重複する話になってしまいますけれども、勝木先生の刑事上関連的なお話でしたので、私は刑事官の話で上と下が一致してるかどうかよくわからないんですけれども、あんまり気にせず喋ろうという、勝木先生がそういうことを許してくださいましたので、10年間なんとかやれたのかなと思っています。ただそれで、先に成果だけ申しますと、新たな分野がいろいろ開拓されました。これも細かいところは今日話しませんけど、それから新たなアルゴリズムも開発された。で何度も先ほどからも出てきますけども、やっぱドライ系とウェットの共同提案を募集するというのが一つうまくいった原因かなというふうに思っております。でじゃあどんなような課題があるかさっさと見ていきます。一つ一つ説明する時間もございませんので、名前となんとなくそこにあるキーワードをご覧いただければ、これが2001年の課題でございます。その当時の、研究のなんとなく状況というのがお分かりいただけるんじゃないかというふうに思います。これが少し飛びまして2005年ですね、マウスの脳機能でありますとか、超分子複合体モデリングであるとか、大規模比較ゲノムであるとかですね、こういうようなタイプの、それから一番下のが先ほどの、人の肺のデータベースの件ですね。2006年が、あれちょっとすいません、なんかスライド間違えてますね。これいいのかな、同じもの、ちょっとすいません、貼り付けるの間違えてます。
ちょっとすいませんでした。後で、ホームページに載ってますので、ご覧ください。で、2007年が、こういうようなタイプのプロジェクトが走ったというわけでございます。で、ここまでが、バードのお話でして、もう一つそれと並行してといいましょうか、あるいはそれ以前から走ってたのが、文部省、あるいは文部科学省の、特定領域研究でございます。で、これちょっと下の方が見にくくて恐縮ですけども、1989年の総合研究に始まりまして、先ほど申しました松原健一先生の新プロトコル、金井先生の重点、榊先生のゲノムサイエンスという特定領域研究、その後ミレニアムということで一気に大きくなりまして、2000年から4領域になりまして、統合ゲノム、ゲノム医科学、ゲノム生物学、ゲノム情報科学と、こういうものが5年間走りました。その後、少し規模は小さくなりましたけれども、また同じくゲノム領域ということで、今度は切り方が少し違っています。ミレニアムの時は、その微生物と多細胞生物というような感じで分かれておりましたけれども、今回は少し切り口を、今回言いましょうか、2004年からのプロジェクトで切り口を変えまして、生命システム情報、応用ゲノム。応用ゲノムの中には医学とか微生物の応用があります。これは進化多様性というと比較ゲノム。その支える基盤ゲノムということで、2009年まで。でこの後は、今は新学術ということで、いろんなシークエンスの支援、情報解析の支援を行っているわけでございます。でこれ多数のプロジェクトございますけど、この中でいわゆるバイオインフォマティクスに関係しました、もちろんこの金久先生のところもあるんですけども、この辺りの、ゲノム情報科学、それからその中の生命システム情報がどんなようなキーワードでどんなことを目指したかというのを簡単にご紹介しますと、これ2000年から2004年です。が、これはやっぱりポストシークエンスということで、それの情報解析をしようということで、シークエンス以外の新たなデータの解析技術やろうと、それから、先ほどから何度もですね、ウェットドライの融合を図る、人材を図ると、こういうことを目指しています。でその際には、ここにありますね、少しその複雑系でありますとか、科学の科学反応論の人たちとかですね、生物物理系の人たちにも入っていただいてやるという。で進めてきたわけです。で、名前がそこにありますように、こういうメンバーです。大体名前をご覧いただければ、ここにいらっしゃる方々がどういう研究テーマが実行されたのかということがお分かりになるかと思います。で、これと並行しまして、オントロジーということが非常に重要な課題になってまいりましたので、オントロジーの整備、でそのソフトウェアの構想化ということの、研究運営委員会を作りまして取り組んでまいりました。で、今申し上げたいくつかのキーワードがこういうような形になっておりまして、いろんなデータベースを整理し、それを、工事の生命現象を扱えるようにしてシミュレーションするという、まあ、今から考えると、あまり実現しそうにないよ、こんな絵を描いたなと思うんですが、こんなようなことを、この当時は考えておりました。まあ、楽観的だったといいましょうか、そういう時代だったわけです。まあ、予算もミレニアムということで、そういう大きくて期待感もあったということです。その後、次の、ゲノム特定になりまして、今の話の延長線上であるんですけど、生命システム情報、これはシステム生物学を、まあ、その当時キーワードになっておりましたので、そういうものを目指すと。でも基本的には、まあ、先ほど書いたことの延長線上のものになっておるわけでございます。でこれも今と同じようにですね、こういうような、機能解析をして、それをデータベース化して、モデル化してシミュレーションすると、その中でパスウェイとかあるいは定量データを、取得する技術を、開発すると、こういうような4つの分野でこの問題に取り組もうということでございます。でメンバーは相変わらずのメンバーでもということもありますが、少し変わってる、若干そういう、計測系の方が入ったりですね、そういうようなことが変わったメンバーが入っているというような状況で、少し、変わってまいりました。さて非常に駆け足で、ここ10年ほどのバードと科研費特定研究の、研究のバイオインフォマティクスという視点での研究の、眺めてまいりましたけれども、これは私なりのまとめですけれども、まあ、バード、それからゲノム特定でも、まあ、新たな分野というのは、少なくとも我が国でリードする、世界的にも非常に先駆け的ないくつかの研究分野というのが立ち上がったというふうに思います。それからドライ系とウェット系でやはり組むというのが共同研究のいくつもうまくいきました。
でこれをベースに新規のプロジェクトがここにありますように、さまざまなここで育った人たちがですね、あるいはここで出た技術っていうのが発展して、ここにあるようないくつものプロジェクトがその後成立しています。ただ当初描きました、そのポストゲノムのデータをうまく扱うということの解析技術とか統合解析、あるいは定量解析シミュレーションということに関しましては、いわゆるそのゲノム配列なんかのに比べまして、まだその実用化という面ではいろいろ問題を残しているということでございます。でもう一つ言えますのは、その、このシステム生命システム情報になりまして、いわゆるバイオインフォマティクスが消えてしまったんですね。単独で成立しておりません。それはある意味ではいろんなところに浸透していいという面もありますけれども、一方でこれ の負の側面も出てきたかなというふうに思っています。からもう一つは、やはりいろんないい研究は出たんですけども、やはりその生命科学の広がりって非常に一気にこう広がりましたので、その需要に応えられない層が薄いということがございます。で、それはやはりあまりにもそのニーズに根ざした研究が必要だということをちょっと言い過ぎた件がありまして、やはり非常に新しい技術を持った人をなかなか受け入れなかったりとかですね、新規参入ができなかったりというような面がございました。で、この参入障壁が高いっていうところは、やはりその生物学を学ぶ、私も過去にそうでしたけども、なかなかハードルが高くて、やはりそのいろんなキーワード、一つとっても、どこにどういうことを見ればいいのかもわからなかったりしますので、やはり、ちょっと手前味噌ですけども、やはりデータベースを整理していかないと、なかなかその新規参入というのは難しいのかなというふうに思っています。それから今後の展開といたしましては、ここにありますように、当初はバイオのための情報科学ということと、情報的解釈で生命科学を進めるということで、ここ数年はその後者の方、コンピテーショナルバイオロジーの方に力点が置かれたように思います。ただですね、最近はペタバイト、あるいはもっと超えてエクザバイトというレベルのデータになりますと、これはある種 その生物学的な解釈以前に、まず、物理的に大規模なものをどううまく扱うかと、転送したりですね、圧縮したり暗号化したりですね、さまざまなことがあります。あるいは画像データ、動画データも多数出てますから、こういうものを、いわゆる情報科学できちんと扱えないといけないというようなことがありますので、そこのところは少し揺り戻しが必要かなと思います。それからもちろんそのメディカルなインフォマティクス、パーソンのゲノムが多数出てまいりますし、あるいはコボード研究というのが始まります。そういうものへの対応というのはこれから必要になったことです。ただちょっと駆け足で、次はデータベースでございます。で、これもバードでの取り組み、それから統合データベースプロジェクトの取り組み、NBDC の取り組みを簡単にご紹介しますけれども、そのバイオインフォマティクスはやはりデータがないとバイオインフォマティクスにならないんですね。だけどもこの後お話しますね、やはりデータがなかなかその出してもらえないというような状況があります。これはもう一つ今申しましたように、データベースがないとですね、新規参入難しくて、どこにどういうデータがあって誰に許可取ればいいのかわからないということで困ります。これはもう一つ、そのインフラ整備で重要なことは、先ほど黒川さんの話にもありましたけど、どうやってスパコンをうまく使っていくかということですが、今日はこの話ちょっと時間ございませんので省略しますけれども、これもこれから非常にデータが多くなりますので、どこでどういう資源が活用できるのか、どういう設備が共用できるのかということは非常に大きな課題だろうと。ただこれは今日は省略いたします。さて、バードでの取り組みでございますが、第1期、先ほど申しましたように4課題ということで、KEG、PDBJ、それから DDBJ 関連のいろんなソフトウェア、それから私が、中心になっておりました、このパスウェイのオントロジーのデータベース、これが第1期でございます。その後、第2期になりまして、3課題追加されまして、メタボローム、ホヤのプロテイン、それから、ゲノム情報の、比較ゲノム用の、プラットフォームというんでしょうか、そういった類のデータベース、この3つが、追加になって、7課題取り組まれました。で、このやはりこの7課題、特にその上の4課題ですけれども、やはりその基盤的なデータベースの支援に大きな、バードは貢献しただろうと。ただデータベース間の連携というのは不十分なところがありましたし、その後やはりデータベースがわーっと作られるようになりましたので、これを踏まえて統合データベースプロジェクトというのが出てきたんだろうというふうに私は理解しています。で、簡単にその背景を、これも言わずもがなんですけども、ご紹介しますと、データ爆発、これはもう言うまでもございません。新型シークエンサーが出てまいりますし、それからいろんな顕微鏡等をはじめとした画像データが多数出てきていると。から論文も2000万件ありますし、からこれアブストラクトだけでなく、フルペーパーも最近非常に読めるようになってきまして、300万とか400万件フルペーパーがただでと言いましょうか、電子的に読めるようになっています。それからデータベースそのものの数も爆発しておりまして、世界で1万、日本でもこれオーダーですけども1000ぐらいのオーダー、これを解析するツールも2000ぐらいある。例えばパスウェイのデータベースと取りましても、数百のオーダー今データベースがあるような状況です。
でこの右に書いてのちょっと参考までに、これゲノムプロジェクトの数です。これあのゲノムオンラインゴールドっていうデータベースですけども、1週間2週間ほど前ですかのデータで1万オンゴーイングのものを含めて1万、2000ぐらいのゲノムプロジェクトがあると。いかにあのすざまじい、そのプロジェクトの数とデータ量かというのが分かりいただけるんじゃないかというふうに思います。一方、そういうようなことが世の中の常識になってまいりました。国の中でも、我が国の中でも、いろんな大きなプロジェクトが走り出します。これちょっと古いデータで、大久保先生がやった調査のデータをお借りしてるんですけれども、そこに4つの、ライフサイエンスに関わる賞がございますけれども、さまざまな大型プロジェクトが行われて、それらの出口が大体データベースになっているという状況がございます。でもこの中で、自分がどの程度使えるものがあるか、ということになるとなかなか難しいわけです。でこれにどれぐらいのお金が見込まれているかというと3000億円とか4000億円年間使われているわけです。ですからこれを、使いやすくするために 1% ぐらい、例えば30億円ぐらい使っても全くおかしくないような状況になっておるわけです。で、今あの駆け足でお話ししましたけれども、まとめますとこういうふうないろんな、爆発が起きていると。でまた、国のプロジェクトも、大規模化しているという、特にミレニアム以降非常に大規模化していると。でよく考えてもその多額の研究費がどこに行ったかというと、ほとんどはデータに化けているんですね。もちろん論文になっているトピックにもなってますけども、データに化けていると。でもこれがほとんどあの有効利用できるような状況になってないわけです。でサイエンスそのものが、ゲノム科学、情報科学という話もありまして、生命科学が、ゲノム科学という話もありますけども、仮説駆動型からデータ駆動になってますので、当然データが大事ということで、そうすると勢い法人化、その他の関係でデータを囲い込もうという動きも出てくると。でこれはやはりそのサイエンスを発展にはやっぱ妨げます。で新しい発見にはやはり全てのデータの組み合わせを、それ計算可能かどうかとして、自分が自由なものを組み合わせて発見できないという意味がありませんから、狭い意味での公開だけでは不十分で、やはり共有ということが必要でございます。ちょっとおこがましいですけれども、最近ライフイノベーションということが言われますけれども、検索できるだけではダメで、やはりそこには再利用したり転用したり、いろんなものを組み合わせるということが非常に重要で、今 の, そのインターネットの技術なり、それを応用技術というのが進化しているので、こういうところが自由にできるからですね。でそのためにやっぱりコピーとか再配布が自由にできないとですね、一つのデータにもいくつもの、そのファンディングが絡んでたりとかですね、そのデータ生産者が絡んでるというのはうまくいきません。でこれは Google スカラーの上にあのトップページに書いてあるんですけども、巨人の方の上に立つ、これはあの誰が言ったかって、いろんな説がありますけども、とにかく、そういう過去の蓄積の上に立って見通しするというのはやっぱりサイエンスですから、そういうものを進めるようなことをしないといけない。で当然そのデータ生産者じゃなくて、データ生産した以外の人、不特定多数の、でユーザーがイノベーターになる可能性が十分あるわけですね。考えてご覧になれば分かるんですけど、人でも一人で抱え込んでいたって、100年経ってもなかなかデータを解析できないと思います。それをみんなに解放することによってさまざまな知見が得られるわけです。でそういうようなことを進めて、オープンなイノベーションをしないといけないと。でこういうことを考えて、統合プロジェクトっていうのが始まりました。当初はこのことはあまり考えてなくて、もうちょっと自主的な取り組みをしてたんですけども、その後いろいろ検討してくれてそうになってきたと。でこれが内閣府でまとめていただいている統合データベース事業のスキームでございますけれども、平成17年度に、その連携政策部分の中で、データベースの統合というのが欠けていると、欠落課題であるということで、その調査研究が始まりました。先ほどお話しました、遺伝研の大久保さんを中心として生命科学データベース統合に関する調査研究がスタートしたわけです。でこういうものを踏まえまして、右の方にありますけれども、文科省、それから農水、それから経産省、少し遅れてあるように見えますけど、実はこの辺りから類似のプロジェクトいろいろ走っております。でこういうところで18年ぐらいから動き出したわけです。それで、ちょっとだけその大久保さんの調査の内容をですけども、今私がお話したような背景がいろいろございまして、サイエンスそのものが質が変わっている、それを、でも独占する方向に来るということで、こういうことを解消するためにやはり一つはその、税金で行ったプロジェクトはちゃんと共有するようなルールが必要だということと、それを公共財化してそれを管理するような、受け皿が必要だと、こういう提言が出ているんです。必ずしもこの提言に必ずしも沿ってはいないんですけども、こういうことを踏まえて次のプロジェクトがスタートしているというわけでございます。で今言った話を少し別の視点でまとめますと、ここにあるようにデータベースがバラバラである、
信頼性の高い注釈がついてないとかですね、成果公開が不十分であるとか、それぞれその構築者の論理でデータベースが作られているとかですね、こういう問題がまあ指摘されておりました。でそういうような状況の中で2006年に、その報告書が出まして、10項目の推進方策が立てられたと。でこれを踏まえて2006年度の後半からその3つに関して戦略立案とポータルサイト統合技術に関して始まりまして、2007年から4年間2006年から数えますと5年間のプロジェクトが行われたわけです。でそれの受け皿として、情報システム研究機構、これはロイスと略して呼んでますけども、そこに、統合データベースの DBCS と呼んでますが、そういうものが、作られたという次第でございます。で本来ならこのプロジェクトが第1期で終わらずに第2期第3期と続くと、データベースですから続くのは当たり前だというふうに思ったんですけども、なかなかうまくいかなくて、後から話するように、このプロジェクトが終わった後は NBDC に移るということになったわけです。でこのプロジェクトの体制がここにあるように、こういういくつもの、下の方に分担機関がございます。京都大学の亀井先生のグループ、あるいは、医科士官の田中先生のグループ、これ臨床のグループ、それから、東京大学の辻先生のグループの、GWAS 等ですね、それから理研、それから遺伝研等々、倒産の酸素、こういうものが、連携しました。あと、内部のプロジェクトにもこういう人たちに入っていただきまして、プロジェクトを推進した、これはオールジャパンといえばかっこいいんですけども、これだけいろいろステークホルダーがいるとなかなか、大変なプロジェクトだったわけです。でもなんとかそれなりに成果が出たというふうに思っています。でここから少し飛ばしていきますけど、プロジェクトの方針としては先ほど冒頭にお話しました日本版 NCBI がないということなので、とにかく中核センターを作るということ。ただ、NCBI は、ゲノムデータがベースですけれども、最近のいろんなフェノタイプのデータ、さまざまなデータが出てますので、そういうものも視野に入れてと、それから、図書館的な機能、これは文献ですね、そういうものからな、それから研究ではなくてサービス事業としてやろうということで、自分では、そのデータから知識発見をしないという、ルールを課しまして、そうしないとなかなか皆さんにデータを出していただけませんので、そういうルールでやってきたというわけです。でステップといたしましては、ここにあるように、まずカタログ化をし、それをポータルサイト、それから使い分けをする、から、シームレスな検索を可能にし、最後はそれを踏まえて目的ごと用途ごとに、データベースの統合化を図って、知識発見をする。でこのプロジェクトはこの3月に終わりましたが、大体この3番目ぐらいまで、3番目から4番目の頭ぐらいまでのところに、来ているという状況でございます。で、このプロジェクトの推進方策ですけども、ここにくどくど申しませんけども、技術面だけではなくて、先ほど大久保さんの調査にもあったように、データの共有、そのためのルールのところも扱うとかですね一つのデータベース作るんじゃなくて、それぞれユーザーに向いた必要なデータベースを作るとかですね、公開ではなくて共有が図るとか、文献とかそういうものも扱う、特許とかも扱うということです。でこのプロジェクトが、立てられた当初はですね、大体その当時分かってたデータベースが国内に250ありましたので、この250の所在を全部明らかにし、使い方を明らかにし、それを一括して検索できるようにすると。で可能なものに関しては、自分たちで、受け取って、権利関係やフォーマットを整理する、あるいはそれを組み合わせて統合化すると、こういうようなことで進めてまいりました。で最終的に、ここにありますように、こういうような、成果が得られた。これはほんの一部でございます。それ以外にもさまざまな30、40、あるいは50ぐらいのサービスが立ち上がっております。もしご興味があればぜひご覧いただければというふうに思います。でその中で一つ、このアーカイブっていうこの、右上にあるタイプのものでございます。これ左下ですね、左にあるものですけども、これはどういうものかと言いますと、データ先ほど申し上げた、データを丸ごと使えるようにすることで、ダウンロードさせるようにすると。そのためにはデータの、どういうデータかっていうその説明をしないといけないですから、メタデータを、それから簡易検索、それから利用許諾を明確に、この今日は時間の関係でお話しませんけども、クリエイティブコモンズという著作権を緩めたような、自由に使っていいというタイプのルールがございますが、そういうものを使って、自由にでも、そういうデータが流通するような仕組みを作ってきたわけです。でただそういうような枠組みを作ってもですね、誰かのデータを出してくれないと困りますから、これ文科省の大学課に働きかけまして、これ20年からの公募に関してですけども、
いろんなライフ科中心のプロで委託されるようなプロジェクトに関して、データが出てくる、あるいはデータベースを作るようなものに関しましては、ちゃんとその国の今 の, そのセンターに収めると、別に言わしますと公共財化してくださいということを、まあ、お願いする文書が入っております。これはあくまでも公募要領に書かれているだけでございますので、どこまでそれが担保されるか、まあ、若干問題ございますけれども、一歩前進かなというふうに思っています。さて、それでちょっとデータベースの統合化っていうことは皆さんさまざまなイメージをお持ちだろうと思うんで、ここで少しだけちょっとご紹介しますと、私の考える統合化ってことなんですけども、まあ、生命科学の特徴として、まあ、数式とか科学式では表現できない部分が多々あって、まあ、英語や日本語や図表で表現すると。で、じゃあそれに使ったデータっていうのはいろんなその実験手法やさまざまなその、文脈に依存する。で、解釈もいろいろ多様だと。そこでなりますと、研究成果って単に論文を書くだけじゃなくて、その論文の裏付けになったデータを出すということがまあ重要になってくる。そうすると、このデータっていう、あるいはデータ、それを集めたデータベースというのは研究やプロジェクトの数だけできてしまいます。だからこれは、研究者が自分のために、まあ他人があんまり使うと想定せずにそこに書いてるだけですので、このままでは使えない。で、データベースの統合化というのは、これらを他の他の研究者が再利用可能にする活動だというふうに思っています。ちょっと言い方を変えますと、フロンティアの研究の最前線を研究インフラに変えてやるという活動だというふうに思っています。時間がなくてちょっとあんまり細かい話はしませんけど、そういう意味でどういうデータをどうすれば活用可能かということは、それは研究そのものでありまして、また研究と密接な関係があるということで、単に統合化とかデータベースの整備っていうのは単に作業ではないというのはご理解いただければというふうに、非常に私なりに言わせていただければ高度な知的作業だというふうに思っています。さて、こういうふうにプロジェクトが、2006年からスタートいたしましたけれども、これが内閣府で作られたロードマップでございますけれども、それが第2期まで続かないということで、この、文部科学省の統合データベース、今ご紹介したものと JSC のバードを、この4月、今年の4月に一体化して運用しなさいということで、NBDC っていうのが、まあ、できたわけです。で、これがずっと続くかってそうではなくて、これも3年間の次元がついておりまして、また26年度からは新たな体制で臨むと。だまあこれは新たな体制って何か目処が立っているわけそうではなくて、やはり問題の先送りと言いましょうか、その間に何か考えましょうということでございます。いずれにしましても、まあ、このバードがなくなって、この2つが合体してこちらになったということで、後でお話しますけども、ここできた NBDC っていうのは本当バードの3つのデータベースと研究開発と人材育成のうちのデータベースの部分だけですので、あとのその研究開発とそれから人材育成というのは別途また考えないといけないということになっております。さて、それで今お話したような経緯で、今年の4月からバイオサイエンスデータベースセンターができました。日本語ではナショナルとついてませんけど、英語は将来のことを考えてナショナルというふうなのがついて NBDC となっております。ではこれは4つの柱がございまして、一つはまあ戦略立案、それからいろんなデータベースのサービスで、そのための技術開発と、それから分野ごとの統合化ということでございます。で、この3番目と4番目はファンディングによって実施するということで選ばれております。で、この3番目の技術開発に関しましては、先ほどご紹介した、ロイスの DB シュレスが受け負っている。で、4番目に関しましてどういう課題が選ばれたとかと言いますと、ここにあります10課題が選ばれまして、今年の4月からそれぞれの分野で、まあ、まだ先のことははっきり分かりませんけど、我が国を代表するデータベース、あるいはその分野をの中心となるデータベースを作っていただけるものというふうに思っております。で、この中で少し注意していただきたいのは、この一番上の人の疾患画像ですね、それから、この真ん中の方にところなんですね、ヒトゲノムバリエーション、それから一番下のこれ、京大の松田さんが代表ですけども、長浜のコホート研究のデータということで、だいぶメディカル、あるいはもっと言いますとクリニカルなデータも入ってきているような状況になっております。さて、それで先ほど、文科省のライフ科のプロジェクトに関しましては、協力データ提供の協力依頼の情報が入ったと言いましたけど、今回JST の NBDC ができてよかったことの一つはですね、このクレスト先駆けに関しても同じようなルールを適用しようということで、公募要領に、そういうデータベースを作るようなプロジェクトに関しましては、
データベースセンターへ協力してくださいという文言が入っています。例えばエピゲノムとかですね、また大きなプロジェクトが走りますけども、そういうものはこの中に入ってくるということで、少しスピードは遅いですが、徐々に我が国のデータが集約する方向に来ているということが言えるかと思います。で、もう一つこのデータベースの活動で、これ最後、データベースの意味では最後ですけども、これがですね、やっぱり各省ごとに今データベースの、ポータルサイトが作られているような状況です。各省で、これが農水ですね、これが、厚労、これが、経産、これが今言ったバイオサイエンスですけども、この4つのポータルサイトがまあできて、それぞれに今ある種の統合データベースが作られて、いろんなカタログ作りとかですね、一括検査の方がいますので、これを、こう3年の、暫定的ですけど3年の間に、こういうようなステップで、これは省略しますけども、ステップで統合化していって、4省合同のポータルサイトみたいなものにして、省の垣根を越えたいなというふうに思っております。で、ちょっともう時間がなくなってきましたので、急ぎますけれども、インフラ整備ということに関しましては、このバードの、それから統合プロジェクトで、研究の付属物としてではなくて、データベースそのものを支援する新しい枠組みができたと。それによって、安心してみましょうか、継続的にデータベースを作ることができるようになりまして、いくつも世界に通用するデータベースが出てきたというふうに思っています。ただ、そうはいうものですね、永続体制というのは今申しましたように、あと2年半で終わってしまいます。それから税金で行ったデータ、プロジェクトのデータ共有のルール化もまだ不十分でございますし、それからこういうデータベースを作ったり、あるいはそれを、それを、データの、精度を上げるというかですね、そういう人材の評価の仕組みがないものですから、なかなかこういう分野に携わる人っていうのは安心して仕事ができないという状況でございます。でこういうものを解消していかないといけないと思います。から4省連携から一歩を目指して一体化するとかですね、今申しましたメディカル、クリニカルのデータ、あるいは人由来データをどこまで共有して、どこまでその個人情報を保護するのかという課題を取り組んでいかないといけないというふうに思っています。でこれは欧米の比較ですけど、これも時間がないので省略しますけども、米国の NCBS が EBI の、欧州の EBI に比べまして、まだまだ日本の取り組みというのは小規模でございます。だ金額的に桁が必ずしも違うわけではございませんので、やはり少ないながらこれをいかに有効にしていくかというのが、今後の課題だろうというふうに思っています。ちょっとこれは省略します。細かいところ。で最後に最後の話題ですけども、人材育成ということでございます。冒頭にお話ししましたように、松原健一先生の生物情報学適塾というのは、2001年から2002年にございました。でバードが、2001年からスタートしているというわけですね。から科研費、それぞれ、それから振興分野人材養成、それからいろんな専攻統合プロジェクトの中でも、一部その RA とかオンザジョブトレーニングということで行っております。でそれぞれを簡単に見ていきます。適塾はですね、2001年と2002年の春に行われまして、京阪南国際高等研で行われました。これ全国から、学生を募集しまして、学生も大変だったんですが、20日間ぐらい合宿してやるわけですから、でも大松の中から、選んだと。で講師の20名の方は、これもボランティアで来ていただくということで、今から見てもですね、これテキストに最後になっておりますけれども、非常に古くないというんでしょうか、新しいテーマをここに挙げて、シミュレーションとかパスで、テストマインなんかも含めて、講義が、行われて、2年間に行われたというわけでございます。でこの後、バードができたりですね、あるいはこの後お話しします、各大学の人材養成プログラムを走り出して、この使命を終えたということで、この適塾というのは2年間で終了しております。でもう一つバードでの取り組みはゲノムリテラシー講座ということで、2001年より研究開発に取り組んだ方々の成果を中心に講義と実習、あとの方はあんまり実習がなくなったりしましたけども、そういうことで毎年数回開かれております。2009年からはマスコリミング配信、これが1年目の、もので、トップバッターが、当先生、ここにいらっしゃいますけど、室地検索をやっていただいたということでございます。それから、その、同じく2001年には、ゲノムマッピングだとか、EST クラスタリングになっている森下さん、鈴木さん、それから、井上一郎さんの、連鎖解析等が、その当時、今から10年ほど前にこういう講座が設けられているということです。から科研費での取り組みは、これも時間の関係で、なかなか説明しませんけども、一つはその金下重点からその次の榊重点にかけ
ってゲノム情報チュートリアルということで、バイオインフォマティクスの人たちが集まっていろんな講師を呼んで勉強会をしたということがございます。それからミレニアムプロジェクトには学術振興会特別枠というのがございまして、各その課題ごとに1名、枠がもらえる非常に大変ありがたい時代がございました。これミレニアムの時だけでございます。それ以外ではさまざまなゲノム合同班会議だとか、交流会とか開きまして、人材の育成というまあちょっと大げさかもしれませんけども、交流を図ってレベルアップを図るというのが取り組まれてまいりました。もう一つ大きな人材養成の柱がこの、ちょうど同じ時期にバードと同じ時期に始まりました振興分野人材養成ということで、バイオインフォマティクスバイオスタティスティックスということで2001年からここにあるような組織で、一番上が、私も関与していましたけど東京大学の、プログラムでございます。それからずっとこの中にバイオインフォマティクスだけではなくていわゆるメディカルインフォマティクスといいましょうか、バイオスタティスティックスも入ってますけど、こういうところが選ばれて、人材養成が行われてきたと。ただこれは基本的な考えとしては、これが5年間走った後は各大学で手当てをしてちゃんと人材育成を引き継いでやりなさいと学科を作るのに先行する。ただコロナ禍が全部そういうふうにうまくいったということでは必ずしもなくて、途中で消えてしまったものもございます。で、こういうのを踏まえまして、東大それから奈良等々でいくつかバイオインフォ教育を割と主眼とした学科とか専攻ができる。ただ必ずしもこれもうまくいってなくて、例えば奈良先端大は割と最近この情報生命科学専攻っていうのが、分かれて情報系とバイオ系にまた分かれたと、これ事情は私よく存じ上げませんけど分かれたというようなこともございますし、九州大学でも必ずしもその後引き続いてこのバイオインフォ教育が出されるという感じにはなってないというふうに聞いております。から COE、21世紀 COE、GCOE でもこういうキーワードの、あるいは組織での、人材育成というのが行われております。で海外ですけども、海外これ ISCB といわゆる国際バイオインフォマティクス学会みたいな、インターナショナルソサイティフォアコンピュテーショナルバイオロジーというところに、海外 の, そのデグリーを取れるところ、あるいはその、その認定プログラムを出すところがあります。これ、ちょっと数えてませんけど、軽く200、300のオーダー、このリストに載っています。で、アメリカだけでも、ちょっとこれも数えませんが、そのほんの一部で、こういうふうにですね、さまざまな大学で、ほんの一部ですけども、こういうふうに、あって、やはり日本のと層の厚さは全然違うなというような感じです。アメリカに負けるのはいいんですけども、イギリスなり、インドなりですね、これあるいはオーストラリアというところも、やはり日本のところが教育は貧弱な状況になっております。で人材育成の話をまとめますと、人材はそれなりにいろんな活動があって、関係者のご努力でですね、育ってきていると思うんですが、やはり需要の拡大の方が大きくて、むしろその人材不足っていうのはより叫ばれるようになってきていると思います。でこれいろんな理由があると思うんですが、一つはポジションが、公共的なポジションが少ない。それから入試なんかも生物と情報両方勉強しないといけないとかですね、あるいはなんか将来のキャリアパスがはっきりしないとかですね、さまざまな理由がありますが、本当のところはよくわかりません。私もこれ、本当十数年こういうことに携わってきましたけど、どうやってもうまくいきません。これやっぱりバイオインフォマティクスのなんかそのワクワクするところがないからなのかですね、どこにあるのかよくわかりませんが、ぜひなんかいい方策があれば教えてもらいたいと思います。ただ一応、そういう本質的な問題があると思うんですが、やはりその大学が硬直化してなかなか学科を作れないとかですね、一応名前だけの学科を作るとかですね、あるいは1コードだけ用意するとかいうこともございますし、企業もですね、ここに企業の方もいらっしゃいますけど、大事だ大事だと言いながら自分の会社がほんと票を取ってもらえないとかですね、そういう問題があります。でやはりその人材と一口に言ってもですね、非常に基礎的なことを、特にコアなアルゴリズムを作る、あるいは今日勝先生にご紹介あったような本当に新しい分野を切り開いていくような最先端の研究をする人がですね、やはりそのツールやデータベースを使いこなして具体的な問題解決をする人、あるいは先ほどお話したようなデータベースの中身をコンテンツを作ってくれる人、あるいはそれを管理するような人、さまざまなレベルの人材が必要で、それぞれどれも足りないと思うんですが、やはりそのこれはやはり戦略がないんだろうと思うんですね。
まあ、ポスドク1万人計画とかソフトウェア、有志者何万人計画っていうのがありまして、それはちょっと嘘っぽいんですけど、でもせめてやはり何か目標を立てないとですね、これなかなかうまくいかないのかなというふうに思います。でその中にやはりポジションってこともありますけども、キャリアパスの問題でありますとか、評価し、そういう人たちを評価するような仕組みですねが必要だと思います。だから今の大学っていうのはやはり大学院に入ってしまいますと、どうしても研究室の中に閉じこもりますので、やはりもう少しその学部レベルからその教育が必要かなというふうには漠然と思っております。さて、ちょっと長々と喋ってまいりましたけれども、そろそろまとめようと思います。で、まあ、10年前にですね、バードを立ち上げた時の報告書、その他、今回も少し昨晩を読み返しましたけれども、その中にやはり、勝先生があのおっしゃってたようにですね、現在の生命科学の姿っていうのは予測される。それは何かっていうと、生命科学っていうのは、まあ、ゲノム科学として言い過ぎかもしれない。これはあのもう少しのデータドリブンだというふうに考えてもらえばいいと思うんですけど、であって、それはやはり情報科学なんだということが、10年前に言われてて、やはりそれが、明らかになってきてるなというふうに思います。それからその当時やはり、その20年前に日本でゲノムプロジェクトが始まった時もそうですし、それから10年前にバードができた時もそうですけども、その関係者との非常に強い危機意識を持っておられたように、あの今回もやはり過去の資料を見てですね、思います。で、そういう人たちの努力で、それなりにこう、あの大きくその進展してきた面もあるんですけども、冒頭にお話ししたように、やはり、問題が残ってるし、あるいはそれが拡大している面もあると。でいろんなことが今申し上げたことに含めて考えられますが、一つはその、想定外な進展があったと。新型シークエンサーなんで、やはりこれは10年前にはあまりこの状況って予測されてなかったと思います。パーソナルゲノムがこれだけあのっていう広がるっていうのもそれほど予測されてなかったかもしれません。それから、いろんな取り組みをやるんですけども、人材とかデータベースとか研究それぞれバラバラに設計されているということで、どうしてもスピードをそのいろんなプロジェクトを作ったり組織を作ったりするスピードが非常に遅くて、そこがやはり今の中国、まあ、あの中国がいいとは言いませんけども、例えば中国なんかと比較しても、困ったところかなと思います。でその中でやはりそのいろんなさまざまな人たち、私もこう20年こういうことに携わってましたので十分大きな責任を感じなきゃいけないんですけども、それ以外にもやはりいろんなことに責任を考えてもらわないといけない。それからどうしてもやはり今の国の仕組みとして次元プロジェクト、今回のデータベース MBDC も3年間ということです。限界があるだろうと思います。で最初は予算が多いと2年目になるとガクッと減って、最初はそんなに予算が減らなくて人が増えてくると必要なんですけども、それから、バイオインフォマティクスという言葉はですね、ずっともう手垢がついた言葉になってしまって、常にそのシステム生物学だとなんとか生物学だというふうに言わないといけないような状況というのはやっぱり、言葉の遊びでしかないので、キャッチフレーズを変更しなくても、10年なり20年きちんとやるというふうなことを考えていかないといけないだろうなと思います。からやはりそのこういうところを決めるときにですね、どうしてもそのこういうと怒られるんですけど、専門じゃない方がたまたまその委員会に出てきて、何か、自分の思いつきでお話になさると。でそういうことを日本は常に繰り返しているんですね。このバードから今回のその NBDC できるまで10年間ございますけれども、私その全ての委員会にほとんど出てますけども、もう常にメンバーが変わって皆さん勝手におっしゃるわけですね。こんなことするとどうやってもまあダメだろうなというふうに思います。やっぱり中期的なあの専門スタッフがいて中期的な戦力がないといけない。先ほど申したことの繰り返しですけども、評価の仕組みとか、まあ、時代についてないと思いますし、まあ、まだインパクトファクターを中心とした考えは改めないといけないと思いますし、データ共有のルールというのはこれまだまだ整備が進んでないというわけです。じゃあこれからどうすべきかって、これが本当に月並みのことしか言えないんですけども、やはり中長期的な視点で人材とかデータベースとか、まあ、研究の推進の大的な設計運用をしないといけない。でもう少し言うと、あのこれだけその、人もいろんなことも足りないので、やはり組織の壁を変えて法人化ってことがありますけども、超えてやはりいろんな組織あるいは人が結集しないといけないと思いますし、からもう一つあの重要なことは、これまでうまくいったケースもありますけど、うまくいかなかったケースもいっぱいありますので、それなぜうまくいかなかったかということをきちんと分析することが必要だろうと思います。で、先ほど申しましたけど、バードから NBDC という副題ついてますけども、 NBDC というのはあの非常に重要なプロジェクトだしセンターだと思いますが、バードの3つの、人材と研究とデータベースのうちのデータベースを中心としたセンターですから、しかもそのデータベースもあと2年半で先のことがよくわからない。やはりその研究と教育っていうのは、これは、また別途考えていかないとですね、
バーブの代わりに NBDC がなるというふうにはならないということをぜひご理解いただきたいというふうに思います。で最後にですね、今日私は私の意見を申し上げるというよりはこれまでのいろんなプロジェクト何をご紹介することで、ぜひ皆さん方にもですね今後のあり方を考えていただきたいと、そういう材料を、提供するつもりでお話しさせていただきます。それから10年前に勝木先生とよく話したときにですね、ちょっと正確に覚えてませんけど、深く静かにゆっくりと考えようということを言われまして、確かにそうだなと思ってたんですけども、この10年間全くそういう余裕がなくて、これの逆の行動をしてきたなというふうに思っております。あの当時勝木先生に言われたことがあんまり分かってなかったなと思うんですが、ようやく私もしみじみと分かるような気がしますので、少しこういうことでやってみたいなと思っておりますので、あんまり私これからプロジェクトも他のものも引き受けないでこういうことをしていきたいと思います。よろしくお願いします。からそういうことを考えるということは一人だけで考えるのも重要ですけども、そのためにはやっぱりバーっていうのが必要で、バードっていうのは今日勝木先生お話しされませんでしたけども、場を提供するっていう役割があったと思うんですね。でそれは最初の報告書にも提言にも書かれておりまして、それはやっぱりもう一度見直す必要があるだろうと思います。でこれは少し精神論ですけども、もうちょっと別の言い方をしますと、紙の文化、日本は欧米が石の文化で日本は木とか紙の文化って言われますけど、やはり紙の文化から脱却しないといけない。紙の文化から脱却するっていうのはほとんどのさっき申しましたように資料が全部デジタル化してどっかにちゃんと置いてあるわけじゃないんですね。ですから戦略立てようにも、皆さん自分の手持ちの資料だけで考えるということになりますから、やはりこれをきちんとデジタル化しておかないといけないということ、それからもう一つはちゃんと積み上がった議論をしましょうよと、私もさっき申しましたように10年間いつもそのスクラッチから議論をするというようなですね状況になる。それは非常に大事なんですけども、やはりこれまでの何が問題で何が行われてたということを理解して、議論をしたいというふうに思っています。でそのためにはやはり今日私がスライドで一部だけですけどお見せしたようなものを全部どこかにまとめておいて、皆さんがそれを材料に考えれるようなサイトを作らないといけないなというふうに思っています。冒頭申し上げましたように特にオチがないんでこういうことですが、よろしく、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ワードから NPDC へ引き継がれる責任も大変大きいと思いますが、我が国を背負って頑張っていただきたいと思います。もう一度拍手をお願いします。